押し出し成形したアルミニウムの棒、1968年、撮影。本校では、アルミニウムの歴史について述べる。アルミニウムは、原子番号 13, 原子量26.98の元素であり、標準状態では、明るい銀色の金属である。アルミニウムが近くで3番目に多い元素であるため、人類の活動にも広く使われている。金属という形のアルミニウムが、 人類に使われてきた歴史はそれほど長いものではないが、アルミニウムの鉱石である白板、明板は紀元前5世紀には知られており、古代から占領や都市の守備に使われていた。特に中世ヨーロッパにおいて明板は占領として広く使われた。ルネサンス期の科学者は明板を新しい土類の塩と信じており、啓蒙時代になってこの新しい土類は、 新しい金属の酸化物と証明された。1825年、デンマークの物理学者、ハンス・クリスティアン・エルステッドはこの新しい金属の発見を発表。続いて、ドイツの科学者、フリードリヒ・ベイラーが、エルステッドの発表に基づいて、研究を行い、金属アルミニウムを発見した。純粋な金属アルミニウムは、精錬が難しく、珍しかったため、 発見直後の金属アルミニウムは価格が金よりも高く1856年にフランスの科学者アンディエティエンヌ・サント・クレールド・ビーユーが初の工業用精錬法を開発してようやく下がった1886年にフランスの工学者ポール・エリューとアメリカの工学者チャールズ・マーティン・ホールがポール・エリュー法を開発したことで アルミニウムが一般人にも使えるほど広まり、ホールエル法は現代のアルミニウム製錬でも使われる。これらの製法が使用され、アルミニウムが大量生産されるようになったため、アルミニウムは航空、建築、構想など工業と日常生活に広く使われている。アルミニウムの生産は20世紀に指数関数的に増え、1970年代には、 商品取引所で扱われる商品になった。1900年のアルミニウム製造量は6800トンだったが、2015年には5750万トンと数千倍に増えた。明版アルミニウムの歴史は明版の使用で始まった。明版の記述が最初に文書に残されたのは、紀元前5世紀の古代イギリシア歴史家ヘロドトスによる記述だった。古代人にとって明版は、 バイセ薬、そして木の防火塗料であり、ウェットイッチングにも使用した。しかし、金属アルミニウムは知られていなかった。ローマ帝国の歴史家、ガイウスプリニウスセクンドゥスは、銀と同程度に、明るいが、はるかに軽い金属に関する逸話を記録している。この金属は、皇帝ティベリウスに提出されたが、ティベリウスは、自身の金銀財宝の価値が下がらない要素の金属の、 発見者を殺害させたという。一部の文献はこの金属がアルミニウムだった可能性を示唆したが遺説もある。中国では進むの代にアルミニウムを含む合金を作成した可能性がある。十字軍以降、妙板は国際貿易の商品の一つになり、ヨーロッパの織物業では欠かせない存在になった。妙板は15世紀中期に オスマン帝国が輸出関税を大幅に上げるまで地中海東部からヨーロッパに輸出された。ローマ教皇ピウス2世を名付け親としたジョバンニダカストロが1460年にローマ近くのトルファで埋蔵量の多い名番鉱山を発見すると彼は興奮してピウス2世に今日はトルコ人に対する勝利をもたらしますと報告した。アントワーヌ・ラボアジエは アルミナが何らかの金属の酸化物であると立証した。ルネサンス初期まで、妙板の性質は不明のままだった。1530年頃、スイスの医師パラケルススは妙板を、ウィトリオルと区別し、妙板の土の塩であると主張した。1595年、神聖ローマ帝国の医師、科学者、アンドレアス・リバビウスは、妙板と緑ウィトリオルと青、ウィトリオルが、 同じ山と違う土で構成されると示し、病板を構成した未発見の土の名前については、アルミナを提唱した。1702年、神聖ローマ帝国の科学者、ゲオルク・エルンスト・シュタールは、病板の未発見の土が石灰か白亜と同じ種類で、あると述べ、以降半世紀もの間多くの科学者が同じ間違いを犯した。1722年、神聖ローマ帝国の科学者、 フリードリヒ・ホフマンは、病板の土が別の種類であると信じると宣言した。1728年、フランスの科学者、エティエンヌ・ジョフロア・サン・ティレールは、病板が未知の土と硫酸で構成されると主張したが、その土を焼くと、シリカが残ると主張するという間違いを犯した。1739年、フランスの科学者、ジャンジェロは、病板とアルカリが、 化学反応を起こしてできた土が粘土の土類と同じであると証明した。1746年、神聖ローマ帝国の科学者、ヨハン・ハイン・リヒポットは、病板の溶液にアルカリを加えた時に生成される沈殿物が、石灰とも白亜とも違うものであると示した。1754年、神聖ローマ帝国の科学者、アンドレアス・ジギスムンとマルコグラフは、硫酸で粘土を似て、 続いて、カリを加えることでバンの土を生成した。彼は新しい土の溶液に炭酸水、カリ、またはアルカリを加えることでバンが生成されることを発見した。彼はその土が乾いている状態では酸に溶けることを発見したため、その土は塩基性であると形容をした。またその土の塩化物、硝酸塩、を、酢酸塩について記述した。 1758年、フランスの科学者、ピエール・ジョゼフ・マケは、アルミナが金属の土のようだと記述した。1767年、スウェーデンの科学者トルビョルン・ベリマンは、硫酸で妙板石を煮た後、カリを加えることで得た溶液から妙板を結晶化する方法に関する論文を出版した。また、妙板の土とカリウムの硫酸塩の化学反応で妙板を生成。 明板が復縁であると証明した。1776年、神聖ローマ帝国の薬学者、科学者、カール・ビール・ヘルム・シェーレは、明板とシリカの両方が、粘土に由来することと、明板にケイ素が含まれないことを証明した。前出のエティエンヌ・ジョフロアサン・ティレールの誤りは1785年、神聖ローマ帝国の薬学者、科学者、ヨハン・クリスティアン・ビー・グレップがシリカと、 アルカリから秒板の土を生成できないことを示したことで覆された。スウェーデンの科学者イエンス・ヤコブ・ベルセリウスは1815年にアルミナの化学式をロー3と示唆したが、正しい化学式の AL2O3 は1821年にドイツの科学者アイルハルト・ミッチェル・リヒヒが確立し、後にベルセリウスがアルミニウムの原子量を計算するのに役に立った。 金属アルミニウムの発見者、ハンス・クリスティアン・エルステッド。1760年、フランスの科学者、テオドール・バロン・デ・ノビユは、アルミナが金属の土と信じていると宣言し、アルミナを金属に還元しようとしたが失敗した。彼が実際に使用した手法は記録されていないが、彼は当時知られていた還元法をすべて使用したと主張した。 明盤を炭か何らかの有機物と混合して、トール剤として塩化炭酸を使い、木炭の火でできるだけ熱く焼いた可能性が高い。1782年、フランスの科学者、アントワーヌ・ラボアジエは、アルミナが金属の酸化物で、その金属と酸素の親和力が高くて、当時知られていた還元剤では還元できないと記述した。彼はそれをアルミ犬と命名した。 1790年、オーストリアの科学者、アントン・レオポルト・フォン・ループレヒトとマテオ・トンディは、テオドール・バロンでのびゆの実験を、温度を大幅に上げて再現した。実験の成果物に、小さな金属粒が見られ、彼らはそれを、長らく作成が試みられてきた金属と信じていたが、後に、他の科学者による実験で、それが木炭と黒海の不純物であるリン化鉄と、証明された。 神聖ローマ帝国の科学者、マルティン・ハインリヒ・クラプロートは、後に、もし金属の本質が明らかにされるはずの状況に置かれてきた土類が存在したら、大規模でも小規模でもすべての方法で最も暑い日で試され、還元するための実験にさらされる土類が存在したら、それはアルミナである。しかし、その金属化を目撃したものはいなかった。と記述した。 ラブアジエは1794年に、フランスの科学者、ルイ・ベルナール・ギトンド・モルボーは1795年に、それぞれ木炭と純酸素を使用して、アルミナを誘拐して白い液体にしたが、金属は発見できなかった。米国のロバート・ヘアは1802年に、酸水素ガス水管でアルミナを誘拐し、モルボーと同様の成果を得たが、やはり金属は発見できなかった。 アルミニウムの性質を研究したフリードリヒベラー、1856年。1807年、イギリスの科学者、ハンフリー・デイビーは、アルカリ電池でアルミナの電気分解に成功したが、形成した金属には、アルカリ金属のナトリウムとカリウムが含まれ、デイビーにはアルミニウムをそれらから分離する手立てが、なかった。彼は続いて、金属カリウムとアルミナの混合物を加熱。 酸化カリウムを形成したが、アルミニウムは発見できなかった。翌1808年、デイビーは別のアルミナ電気分解実験を行い、アルミナがアーク放電の中で分解されることを実証したが、形成した金属が鉄と合金を形成してしまい、デイビーはその分離ができなかった。デイビーは、さらなる電気分解実験を試み、鉄でアルミニウムを収集しようとしたが、 やはりその分離に失敗した。デイビーは実験中の1808年に新しい金属の名前にアルミアムを提唱。1812年にはアルミナムを提唱し、この名が現代に至るまで使用されることになった。他の科学者はアルミニウムを使用したが、米国では現代までアルミニウムが使われている。1813年、米国の科学者、ベンジャミン・シリーマンは、 部屋の実験を再現、アルミニウムの小粒を作り出すことに成功したが、小粒はほぼ即座に燃えてしまった。1824年、デンマークの物理学者、科学者、ハンス・クリスティアン・エルステッドは、金属アルミニウムの作成に成功したと主張した。彼は、無水の塩化アルミニウムとカリウム合金で、化学反応を起こさせ、見た木が鈴に似ている、金属の塊を得た。 彼は1825年に結果を発表、新金属のサンプルを展示した。1826年、アルミニウムは金属の光沢があり、やや灰色で、かなり緩やかに水を分解すると記述した。この記述は、彼が得た金属が純アルミニウムではなく、アルミニウムとカリウムの合金であることを示唆している。エルステッドも自身がアルミニウムを得たとは信じず、 この発見の重要性を低く見た。また別の文献ではエルステッドが財政問題により研究を継続できなかったとしている。エルステッドが研究をヨーロッパ大衆に知られていないデンマークの雑誌で発表したためアルミニウムの発見者とされないことが多く、初期の文献の一部はさらにエルステッドがアルミニウムの分解に成功しなかったと主張した。 ベルセリウスは1825年にアルミニウムの分離を試みた。彼は表彰石と似ている K3 ある付録をルツボの中で用心深く洗い、実験前の物質の化学式も正しく認識した。彼は金属を発見できなかったが、実験は成功にかなり近く、後にたびたび再現に成功した。ベルセリウスが失敗した理由はカリウムを大量に、 使ったことで溶液の pH が上昇し塩基性が強すぎたために形成したアルミニウムをすべて溶かしたことである。1827年、ドイツの科学者フリードリヒ・ベイラーはエルステッドの実験を再び行ったがアルミニウムは発見できなかった。彼は後にベルセリウスに手紙を書き、エルステッドがアルミニウムの塊と仮定したものは 確実にただのアルミニウムを含有するカリウムであると述べた。彼は続いて似たような実験を行った。その内容は無水の塩化アルミニウムとカリウムを混ぜることであり、アルミニウム粉末の作成に成功した。彼は研究を続け、1845年に小さなアルミニウムの塊を作成することに成功。その物性を記述した。しかし、ベーラーの記述は、 それが不純物を含むアルミニウムだったことを示している。ベーラーなど他の科学者がエルステッドの実験を再現できなかったことはエルステッドが金属アルミニウムの発見者とされない理由の一つになり逆にベーラーは1845年の実験の成功とその詳細が発表されたことで金属アルミニウムの発見者とされた。 エルステッドとベーラーの実験結果が異なった理由は1921年にようやくデンマークの科学者ヨハン・フォーによって発見された。彼はエルステッドの実験が成功したのは大量の塩化アルミニウムとカリウムの含有量が少ないカリウム合金を使用したためだったことを示した。ワシントン DC のワシントン記念塔に使われた重さ100オンスの火災は1884年に アルミニウムで作成された。それまで鋳造された最も大きなアルミニウムの塊であった。ベーラーの製法では大量のアルミニウムを作成できなかったため、アルミニウムは貴重なままであり、価格が金を超えるほどだった。フランスの科学者、アンディエティエン・ヌ・サント・クレールド・ビーユは1854年にパリ科学アカデミーでアルミニウムの工業製法を発表した。 塩化アルミニウムはベーラーが使ったカリウムよりも便利で、安いナトリウムでも還元することができるのであった。その後、アルミニウム棒は1855年のパリ、万国博覧会で、初めて公開展示された。展示では、金属の名前が、粘土からの銀とされ、すぐに広まった。フランス皇帝ナポレオン3世は、当時の一般的な世帯の年収の20倍もかかった。 ドビールの研究に助成金を与えた。パリ・バンコク博覧会以前にもナポレオンが宴会を行い、最も高貴なゲストにはアルミニウム製の食器が与えられ、一方それ以外のゲストは金製の食器を使用した。1855年から1859年までアルミニウムの価格は1ポンド500米ドルから40ドルまでと10分の1以下に下落した。しかし、 ドビーユの製法でもアルミニウムの純度の高さが足りず、サンプルによって性質が異なった。1856年、ドビーユは数人のパートナーと共に、ルーアンの製錬所で世界初のアルミニウム工業生産を開始した。ドビーユの製錬所は1856年から1857年にかけてまず、ナンテールのラグラシエールに、続いてサランドルに移転した。 その後は精錬所がフランスの会社に買収され、やがて世界最大のアルミニウム工業生産会社に成長した。精錬所の技術は進歩を続け、1872年時点のサランドルでの産出量は1857年のナンテールのそれよりも900倍以上多かった。サランドルの精錬所は防気サイトを主なアルミニウム鉱物として使い、一方、 トビーユなどの科学者は表彰石を使おうとしたが既存の技術を超えることはなかった。イギリスの工学者ウィリアム・ジャー・ハードは1856年にロンドンのバッタシーで表彰石を原材料とする工場を建てたが技術と財政問題により3年で廃業した。他の科学者もアルミニウムの工業生産を試みた。イギリスのアイザック・ロージアン・ベルは1860年に アルミニウム生産を開始したとき、群衆に対し効果で珍しいアルミニウム製のシルクハットを振った。イギリスの工学者、ジェームズ・ファーン・ウェブスターは1882年にナトリウムによる還元でアルミニウムの工業生産をはじめ、ドビーユのそれよりもはるかに純度の高いアルミニウムを生産した。1880年代にもいくつかのアルミニウム工場が設立されたものの、いずれも 電気分解による製造が現れると伝れた。次に、パリで行われた1867年の万国博覧会では、アルミニウムのケーブルとアルミ箔が展示され、1878年のパリ万国博覧会ではアルミニウムが未来のシンボルになった。ドイツ帝国、ヘッセンナッサウ州、フランクフルトアムマイン、グリーンスハイムのアルミニウム工場、1915年、建設。 アルミニウムが初めて電気分解で生成されたのは1854年、ドビールとドイツの科学者、ロベルト・ビルヘルム・ブンゼンがそれぞれ独自に行った時だった。しかし、当時は電力供給の効率が低く、すぐにはアルミニウムの工業生産に使用されなかった。1870年に、ベルギーの工学者ゼノブ・テオフィルグラムがダイナモを発明、1889年に、 ロシアの工学者、ミハイル・トリボド・ブロボルスキーが参照交流を発明してようやく変わり始めた。アルミニウムの最初の工業生産法は1886年にフランスの工学者、ポール・エリューとアメリカの工学者、チャールズ・マーティン・ホールが開発したホール・エリュー法である。純アルミナの電気分解はアルミナの融点が極めて高いこともあって現実的ではなかったが、 エルーとホールは誘拐した表彰石でアルミナの融点を大きく下げられることを発見した。エルーはアルミニウムの需要がまだ低かったこととサランドルの精錬所が製造工程の改善を目指していなかったことにより長らく自身の発明への需要を見出せないでいたが彼は1888年に友人と共にアルミニウム工業株式会社を設立、同年に ノイハウゼンアムラインファルデアルミニウム製造の工業生産を開始した。この時は創業が1年間しか続かなかったが、同時期にパリでフランス電気夜勤会社が設立された。この会社はエルーの特許を買い上げ、彼をイゼール県にある精錬所の所長に任命した。この精錬所ははじめアルミニウム製造を大規模に生産、続いて数ヶ月後に 純アルミニウムを生産するようになった。ドイツのアルミニウム製50プフェニヒ行家、1920年。一方、ホールも同じ生産法で、オハイオ州オーバーリンにある自宅でアルミニウムを生産し、ロックポートの精錬所でも、生産法のテストに成功した。続いて、大規模生産に発展しようとしたが、既存の精錬所は、生産法を劇的に変える必要があり、 また大量生産がアルミニウム価格の下落を招くため、ホールの生産法を使用したくなかった。会社の総裁は、ホールの技術が同業他社に使われないよう、ホールの特許の買い上げを検討したほどだった。結局ホールは1888年に、自分でピッツバーグ還元会社を設立、アルミニウムの大量生産を開始した。その後、生産技術はさらに進歩。 新しい工場が建設された。ホールエルフォー法がアルミナをアルミニウムに変える手法である。一方、オーストリア・ハンガリー帝国の科学者、カール・ヨーゼフ・バイヤーは1889年に、バイヤー法という貿易サイトをアルミナに純化する手法を発見した。彼はボーキサイトをアルカリと共に焼成して、成分を水に溶出させ、溶液をか拌して種賞を入れると、 沈殿物が現れることを発見した。この沈殿物とは水酸化アルミニウムであり、加熱するとアルミナに分解される。その数年後にはアルミナを分離した後のアルカリ排液が防気サイトからアルミニウム成分を溶出させるために再利用できることが発見され、バイヤー法が工業で使用されるきっかけとなった。現代の金属アルミニウム生産はバイヤー法と、 ホールエルー法に基づく手法を使用している。1920年には、スウェーデンの科学者、カール・ビルヘルム・セーデルベリー率いる研究チームが、ホールエルー法を改良した。それまでの電池の溶極は、石炭界を調整したもので製造されていたが、すぐに劣化して交換しなければならなかった。セーデルベリーは、コークスとタールのペーストによって、再利用可能な電極を作成し、 特別な還元室に備え付けた。この改良によりアルミニウムの産出量は大きく上昇した。他にも1929年に日本でアルマイト処理が発明され、1936年には超ジュラルミンという合金が開発された。第二次世界大戦中、イギリスは国中の家族からアルミニウム製の食器を集め飛行機の建造に使用した。 アルミニウムの価格は下落し、アルミニウムも1890年代までに、宝飾、日用品、メガネフレーム、光学機械などに広く使用されるようになった。アルミニウム製の食器は19世紀末から製造されるようになり、20世紀初期には銅や中鉄製の食器を駆逐するに至った。同時期にはアルミ箔が広まった。アルミニウムは柔らかく軽いが、すぐに、 他の金属と合金を形成することで密度の低さを維持しつつ硬さを上昇させられることが発見された。アルミニウム合金には19世紀末から20世紀初にかけて多くの使い道が見つかった。例えば、アルミニウム製度は曲げやすいバンド、シート、ワイヤーを製造するのに使われ、造船業や航空業で広く使われた。 アルミニウムのリサイクルは20世紀初期から始められ、アルミニウムがリサイクルで劣化せず繰り返して使えることもあり、広まった。この時点では工業用アルミニウムしかリサイクルされなかった。第一次世界大戦中、主要三戦国の政府は軽く強い機体を作るために大量のアルミニウムを輸入しようとし、工場やそれに必要な給電システムにたびたび補助金を与えた。 当時の軍用航空機では1903年に発明された新しいアルミニウム合金であるジュラルミンが使用された。民用航空も機体にアルミニウムを使用した。アルミニウムの生産量自体は戦中に頂点に達した。アルミニウムの1900年時点の世界生産量は6800トンだったが、1916年に初めて10万トンを超え、その後は、 一旦下がったがすぐに素早い増長に戻った。20世紀の前半においてアルミニウムの1トンあたり実質価格は第一次世界大戦中の大幅な価格増など一部の例外を除き1900年の14000ドルから連続して1948年の2340ドルに下落した。20世紀中期にはアルミニウムは家庭用品の素材として欠かせなくなっており、 日常生活の一部になった。アルミニウム製の貨車は1931年に初めて現れ、車体を軽くしたことで、積載量が増えた。アルミニウムに耐食性があったため、1930年代に船の建築材の一つになり、1950年代初期には、それが広く認知された。1930年代、アルミニウムは土木材料の一つになり、 基礎工事でも内装工事でも材料として使われた。軍事でも飛行機と戦車のエンジンに使われた。リサイクルから得られたアルミニウムはドロスとスラグがうまく除去されず、化学的制御もうまくなされなかったため、品質が一時生産のアルミニウムより劣るとされた。リサイクルは全般的には増えてきたが、アルミニウムの一時生産に依存した。例えば、 1930年代以末に、米国の電気価格が下落すると、多量のエネルギーが必要なホールエル法のコストが下がって一時生産量が増え、リサイクルの必要性が低減して、量自体も下がった。消費者使用後のアルミニウムの大量リサイクルは1940年までに始まった。第二次世界大戦中に生産量が再び頂点に達し、 世界の生産量は1941年に初めて100万トンを超えた。イギリスは野心的なアルミニウムのリサイクル計画を開始、航空機生産大臣のビーバー・ブルック男爵は大衆に航空機建造のために家庭にあるアルミニウムを寄付するよう呼びかけた。ソビエト連邦は武器対応法で32万8000トンのアルミニウムを得て、それを航空機と戦車のエンジンに使用した。 武器対応法がなければ、ソ連の航空業の効率は半分以下になっていた。第二次世界大戦後は第一次世界大戦後と同じく生産量が一時的に下落したが、その後は上昇を続けた。アルミ缶2006年撮影。20世紀後半宇宙開発競争が始まった。世界初の人工衛星である1957年のスプートニク1号は、 アルミニウム製の半球が二つ合わさった形であり、それ以降の宇宙飛行体もほぼすべてがアルミニウム製である。アルミ缶は1956年に発明され、1958年には飲み物に使用されるようになった。また1960年代に配線の生産にアルミニウムが使われるようになった。1970年代以降、高速列車は アルミニウムの軽さを買って、それを車体に採用した。同じ原因により、自動車のアルミニウム含有量が増えた。1955年までにアルコア、アルカン、レーノルズ、カイザー、ペシネー、アルスイス6社がアルミニウム市場を86%と、ほとんどを占有した。1945年から30年近く、アルミニウムの消費量は、毎年10%ほど増え、 住宅建設、配線、アルミ箔、航空業などで定着していった。1970年代初期にアルミ缶が飲み物に使われたことで需要がさらに増えた。この時期までアルミニウムの実質価格は技術革新によりアルミニウム抽出と処理コストが低下したこととアルミニウムの生産量自体が増えたことにより下落を続けた。1900年から2015年までの アルミニウム産出量。1970年代、アルミニウムの需要増により、アルミニウムは取引商品の一つになり、1978年に世界最古の工業金属取引所である、ロンドン金属取引所に入った。アルミニウムが取引商品になったことで取引に使われる通貨が米ドルになり、アルミニウム価格は米ドルの為替レートに影響されるようになった。 しかし、質のより低い交渉を利用する必要が生じたことと、原材料コストが増えたことにより、アルミニウムの純限化が増え、1970年代には、エネルギーコストの上昇によりアルミニウムの実質価格が上昇した。廃棄されたアルミニウム2007年撮影。1960年代末、工業生産の廃棄物が政府の注目を受け、 リサイクルの推進と廃棄物の適正な処理を目指す一連の規制がなされた。アルミニウム業界もアルミ缶の規制を避けるべく、アルミ缶の回収を推進した。これによりアルミニウムのリサイクルが爆発的に増えた。例えば、米国では末端消費者からのアルミニウムの回収量が1970年から1980年までに3.5倍増え、 1980年から1990年までに7.5倍上昇した。アルミニウム消費材のうち、アルミ缶は最も重要なものであり続けた。また1970年代と1980年代にアルミニウムの一時生産コストが上昇したこともアルミニウムのリサイクルが推進された一因となった。実質価格の上昇と関税率の変更により、 アルミニウム生産に関わる会社の市場占有率が再分配された。例えば、1972年時点でアメリカ合衆国、ソビエト連邦、日本の三カ国が一時生産の6割近くを占めたが、2012年時点では1割を少し超える程度に下落した。生産はアメリカ合衆国、日本、西ヨーロッパから生産コストのより安いオーストラリア、カナダ、 中東、ロシア、中国に移動した。20世紀末のアルミニウム生産コストは、技術革新、エネルギーコストの低下、米ドルの為替レートの変動、アルミナの価格変動に影響された。ブリックス4カ国の占有率は2000年から2009年まで、一時生産では32.6%から56.5%に増え、 一時消費では21.4%から47.8%に増えた。特に中国が資源の多さ、エネルギーの安さ、政府の施策により生産において大きな占有率を蓄積するに至り、消費でも1972年時点の2%から2010年時点の40%に増えた。2位の米国は11%で、 それ以外の国は5%を超えなかった。米国、西ヨーロッパ、日本ではアルミニウムの大半が交通、工業、建設、包装で消費された。アルミニウムの産出量は上昇を続け、2013年に5000万トンを突破、2015年には5750万トンを記録した。ありがとうございます。